異性のパートナーの方向けに保険金を受け取り人を設定していたところ、同性のパートナーにも拡大したということになります。2年前ほどから当事者の方から同性のパートナーを受け取り人に指定したいと、そういった声をいただきまして、社内の若手を中心とした有志のチームで調査を始めました。同性のパートナーの方と生活を共にしていて、経済的にお互い頼っている、生命保険の受け取り人にしたいと、そういう方々にお届けしたいと思っています。当事者の方からですね、よくやってくれた、待ち望んでいたという声と、あと当事者をこう支援するようないろいろな方々から、小さな一歩かもしれないけど、これで社会が変わっていったらいいねと、そういうふうに非常に大きな反響をいただいています。こんなふうな思いで設計してくださったんだっていう思いを聞いたことで、やっぱりなんか変えたいなっていうのはなんか今本当に思ってますね。これ自体で何か社会が大きく変わると思わないんですが、これからも多様な、新しい家族の形に対応できるようなサービスを提供していきたいと思っています。